ガザから親愛なる友人シェイクスピアへ2023年11月5日「友よ500年以上の時を隔ててどうやって今私の目の前に現れたんだ悲惨な光景を見るたび絶叫を聞くたびに君がこの目に飛び込んでくる私には聞こえる子供と共に泣き叫ぶ君の声が母親の同国を分かち合う君の声が」 君はハムレットの父親が亡霊となって息子の目の前に現れたように瓦礫の下から子どものおもちゃを手にして現れる教会の破壊を警告して鐘を鳴らす破壊されたモスクの残骸の上に立つ病院の中庭で傷ついた者を助けようとしている君はどこにでも現れるまるで今ガザで起きている虐殺民族浄化を 何が何でも世界に止めさせようとしているかのようにこれは戦争ではない別の何かだマクベスの魔女たちはバーナムの森はマクベス王の宮殿に移動すると予言したがまるで君はガザ市は完全な破壊と死の後に海に移動すると予言しているかのようだバーナムの森が移動した後兵士たちには勝利が与えられた ではガザはガザの建物は壊され未だがれきの下にある子どもの女性の老人の父親の何千もの遺体は破壊されたセメントと鉄筋とともに積み重なっている毎度の戦争の後瓦礫が一掃されるように彼らの魂はこの戦争の後海に流されてしまうのであろうかイスラエルの元首相 ラビンの言葉を思い出してしてまう目が覚めたらガザが海に飲み込まれて消え去っていたらいいのに今起きていることは全て計画されていたのだろうか私たちはもう70年以上自由のために戦ってきたがシェイクスピアよ君は自由の代償がこの町が海に移動することだと知っていたのかああ もしこれが私たちが自由と尊厳を得るための代償だというのなら感謝と敬意の念を持って支払おう明るい未来への道なのだから私の友人マージドの肉体は1 0 0ルも空を飛びアパートのバルコニーに落下したこれも移動に含まれるだろうかマージドの肉体を引き裂いたミサイルは彼の家族親類120人も 一緒に粉砕したシェイクスピアよどうして君は500年も前にロミオとジュリエットで私たちの争いを描き警告することができたのだ誰もが代償を払うことになるいとこ同士の争いの醜さを我が友よ状況ははるかに難しくなったロケットの音は心臓を恐怖でおののかせる 荘園の匂いと発がん性の煙は有無を言わさず人々の肺に染み込んでいく国際的に禁止されている白リン弾は植物を焼き尽くし大地からあらゆる水分を奪う愛する人がバラバラになるのを見る来る日も来る日も心はけしかすのように何千回も引き裂かれる立ち上がってくれシェイクスピア助けてくれ我が友 本当に疲れたんだ君の賢明なペンで抵抗してくれ愛に喜びに革命に人道に希望に自由に満ちた賢明なペンできっとこの青空の下で私たち全員が兄弟になれるアリー・アブ・ヤシン